来た、いつもの。いつもの来たね。なんかロックマンやってるって感じになるわ、ボスラッシュ。とりあえず覚えてる限りの弱点はちょっとやっていこうかな。ヒートは確かね、バブルマンだったかな。バブルフィニッシュ。これが確か効くんだった気がするな。そうそう。で、ゴッドバードアタック。ゴッドバードアタック避けてからの、バブル。泡を当てる。そうそう、こんな感じだったな。まあ、ここら辺は楽勝だよね。フラッシュビーム。フラッシュビーム。これで全員倒したかな。で、全員倒すと、あれか。真ん中に現れる。カプセル。やっぱりワイリーだ。まず弱点どっかな。あ、弱点はあの青い球体か。てか、いつも通りのあのマシュマロ投げてくんな。軌道変化。気持ち悪い軌道変化してくんな。俺を追尾してくんのかな。てか、俺のいる位置に投げてくんのかな。とりあえず様子見しよう。下見。あと弱点が何かとかね。とりあえずメタルブレード。俺のいる位置に、やっぱこう撃ってくると思うから、チョコマカした方がいいかもな。ある程度こうチョコマカ。ヒット&アウェイ戦法で。あ、やっぱちょこちょこ動いてた方がいい気がするな。メタルブレードそこそこ食らってる気もするし。お、テンポがいいよ。テンポがいい。てか一回食らうだけです。一回当たるだけで減りすぎだろ、あのマシュマロ。厳しい。さすがワイリーだな。いや、でもね、次多分大丈夫だわ。いけるわ。多分大丈夫。よし、コンティニュー。また8体ボス倒すの。よし、じゃあ多分ここら辺りからかな。もう全員倒してます。多分おそらくここまでカットしてると思うんで。で、こっからワイリーボス倒しに行きます。コツは掴んでるんで、まずちょこまか動きつつ、相手を翻弄。これ重要ね。もうヒット&アウェイ。ヒット&アウェイ。まだ1回ぐらいなら当たってもいい。まあ、2回目もいいでしょう。2回目もいいでしょう。このテンポ、このテンポ。いいね、このヒット&アウェイ。今のとこ順調じゃない？ 3 回目もまあいいでしょう、当たっても。3回目も当たっていいでしょう。来た。ワイリー、ご尊顔拝見。こっから本領発揮だろ、多分。来た。バウンド。バウンドマシュマロ来た。バウンド白玉。ちょっと待って、これ、余計づらい。これやばくない？これむずいわ。ちょっと待って、これ余計の精一杯だろ。この、ロックマンのこの操作性の悪さで、右左移動するの、それだけでもすごく難しいんだけど。やばい、きついこれ。相手が更新するときに前進しよう。で、相手が前に来てるときは、俺が逃げるタイプ。逃げる番だね。こっちに今逃げる番。今逃げる番。うわ、これは、これはちょっと頭ぶつけただけじゃん。今結構いいとこまで行ったよな。集中しよう。もうロックバスターでいいんじゃない？もうなんかメタル ブレードも、あ、同じだわ。減り方同じだわ。どれが弱点なんだろう。あ、なんかロックバスターの方がやりやすいわ。あら。自らなんか重りを、枷を作ってたわけか、俺は。もういい、よし、これなら勝てるだろう。こっからよ、本番は。行くわよ、こっから。まず避ける、まず避ける作業。そして相手が後ろに下がって、ここ。すっげえ地味だな、これ。ちょっと待って、他になんかないかな。クラッシュボムあたりとかどうかな。これお世話になってるからな、結構。どうだ、減ってる減ってる減ってる。こいつの部弱点は、こいつの部弱点、クラッシュボムか。マジか。いつも足りないな、クラッシュボムって。なんか知らんけど。なくなっちゃったからな。これでもチャンスだよ、チャンス。バウンド白玉避けつつ、地道な作業。くっそ地道な作業。これメンタル勝負よ、メンタル勝負。メンタル勝負です。ワイリーのあの椅子に、さっき頭ぶつけて死んだからな。よし、倒した。
これ結構本気で頑張ったわ。あ、足場なくなった。え、まだあんの？まだあるのね。なるほど。やっぱりあるよね。地下に潜ってったな。ストリートファイターのあの坂と倒した後のベガみたいな位置づけだよな。空中落下、空中落下からの着地。なんだ上、なんか血みたいになってるな。気持ち悪いな。気持ち悪いけど、あの SE が神秘的なんだけど、キョピンキョピンって、なんなんこれ。こんな地底奥底に来た毒割り、まさかのエイリアンウェア。え、ちょっと待って、銀河、え、なんか世界観がちょっと急に変わったな。こんな感じじゃん。すごい宇宙の勝負になったな。まさかの銀河系じゃん。あ、待って、減らない、体力減ってない。なんか弱点があんのかな。なんかようわからんわこれ、どういうこと。弱点があんのかな。なんか減ってないよな、なんで。うわ、ラスボス特有のわけわからなさ来てますね。どれが変だろう、全然わかんない。ラスボス特有の弱点見つけてね、タイム。ロックマン3の時もそうだったな。一番無能と思ってたあのコマの技が最後に効くっていう、なんじゃありゃっていう。ちょっと待って、これは八方塞がりというか完全に万策突き果てたな。あれかな、クラッシュボムとかかなこれ、もしかして使っちゃってるんですけど、もう全部。あ、もしかフラッシュマンかな。結局、わかんなかったな。どれが弱点なんだこれは。全然わからんな。ちょっと全部もう一回やってみようかな。バブルとかって俺やったっけかな。バブル。あ、食らってる。あれ、さっき食らってたっけ ?B。マジか。ラスボス倒せるの、この、泡か。マジか。こんなんでいいの、水。気泡でいいの、気泡一発。すごく弱いぞ、ラスボス。大丈夫か。俺がちょっと 手加減したいもん。俺がちょっと 手加減したいぐらいだわ。手加減が言えないもん、ちょっと。びっくりしすぎて。いいんすかこれで、マジで。なんか動きも単調だしな、向こう。ロックマン2ってラスボスなんでエイリアンなんだろう、不思議。でも思えば結構いい試合してる思えばいい試合してるわ。ちょっとラスト一発、あ、当たんなかった。これがラストです。粘りよるやん。はい、爆破、爆殺。なるほど、こういったなんか幻想空間を作り出してたのか。ドクター・ワイリーの科学力だけはガチだな。でもここら辺はガチだな、マジで。ノアだけはガチ。で、いつもの土下座。全く価値のない土下座ね、これ。無価値土下座。これでエンディングかな。来た、枯葉の舞う中。すごいな、あの春夏秋冬、季節とともにロックマンも色を変える。衣替えの季節です。冬、粉雪、粉雪の季節だ。舞う季節、桜。毎年桜ソングとかね、売れるもんな。人を変えて、雨の日も風の日もロックマン歩き続ける。どこへ行くんだこれ。データ、そしてロックマン、いつもの
山落ち、エンディングいつも山が出てくるわ。この山いつも見てるな。あ、ロックマンも気づいたわ。あ、この山前も見た、前作もあったみたいな、気づいた。そして丘にヘルメットを置くロックマン。